皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は龍が如く7外伝、名を消した男のファミ通紹介をしていきたいと思います。ポケットサーキット、龍ゼロ、龍極みにも登場したレーシングマシンの模型をカスタムして速さを競うプレイスポット、通称ポケサーです。試行錯誤を繰り返しながらセッティングをしていき、最速のマシンを作り上げましょう。カラオケ、リズムアクションゲームが楽しめるカラオケは本作にも収録されています。曲によっては蒼天堀で関わるキャラクター赤目とのデュエットもできます。おなじみの曲はもちろん、完全新曲も追加されている点にも注目です。赤目と一緒に鮮やかに歌い切りましょう。ダーツ、本作にはダーツライブの最新ダーツマシン、ダーツライブ3が収録されています。同期ではこれまでおなじみのゲームルールに加えて、新たなルールセンターカウントアップを楽しむこともできます。赤目との対戦もあるようです。ブティック（コーディネート）、キャッスルにあるブティックでは、手に入れた服やアイテムでキリュウの見た目を思い通りに変更できます。ここで設定したコーディネートはイベントシーンにも反映される仕様です。ゲームセンター&マスターシステム、街にあるゲームセンターやとある場所でプレイできるマスターシステムでは、セガの10年のヒット作が作中で楽しめます。今回ご紹介するのは4タイトルです。ゲームによってはローカル対戦も可能なので、友達と一緒に楽しむのもいいでしょう。セガレーシングクラシック2、アーケードのデイトナー USA 2を本作のために初リメイクしています。アメリカのストックカーを操作して楽しむレースゲームで、突き抜けたテンションと軽快な BGM、ドリフトしながら走る爽快感はシリーズ随一です。ファイティングバイパーズ2、バーチャファイターシリーズの流れを組む対戦格闘ゲームで、ド派手な演出が特徴です。とにかく派手なバトルを楽しみましょう。相手のアーマーを撃破できれば余ダメージが激増します。それを踏まえたバトルの駆け引きと爽快感で、当時の対戦格闘ファンを虜にしました。フリッキー、セガ初の家庭用ゲーム機で、 SG-1000 のタイトルも収録しています。青い鳥のフリッキーを操作して、ステージにある武器を拾って敵に投げたり、妨害を回避しながら黄色いピヨピヨを連れ帰るのが目的です。ギャラクシーフォース、元はアーケードならではの疑似 3D グラフィックを使った体感シューティングゲームで、本作に収録されているのは海外のみでリリースされていたマスターシステムの移植版です。 FM 音源対応の BGM も必聴です。というわけで、今回はこの辺で、龍が如く7外伝、名を消した男のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。